雨水第三橋梁を2015年撮影1997年撮影を国、新鮮と通過中の列車が見える雨水第三橋梁場。アプトの道。雨水第三橋梁は、群馬県安中市松井田町坂本にある鉄道橋。一般には、メガネ橋という名称で知られている。雨水川に架かる、レンガ造りの四連はあっち橋で、雨水峠の代表的な建造物である。 国鉄新越本線横川駅軽井沢駅間の橋梁の一つで同区間がアップト式鉄道時代に使われた。設計者は1882年に鉄道産業局技師長としてイギリスから日本に招聘されたイギリス人技師のパウナルと古川誠一1891年着工。高崎駅と直越駅を結ぶ路線のうち、 上述の区間だけが未開通だったため急ピッチで工事が進められ1893年に竣工した。もっとも開業直後から強度不足による変形が指摘され、これに伴い翌1894年に耐震補強名目で橋脚、アーチ部の双方に対する大掛かりな補強工事が実施された。その後は、 新越本線の殿下を経て1963年に新線が建設され、アプト式鉄道が廃止されるまで使用された。全長91メートル、川底からの高さ31メートル、使用されたレンガは約200万個に及ぶ。現存するレンガ作りの橋の中では国内最大規模であり、1993年には薄い峠鉄道施設として、 他の4つの橋梁等とともに、日本で初めて重要文化財に指定された。現在は、横川駅からこの橋までの急線跡が、遊歩道、アプトの道になり、橋上の手すりや国道18号へ通じる、階段などが整備されている。また、2012年3月に、宇水第3橋梁急熊の平駅間1 2トルの延伸工事が完成し、 4月1日から横川熊の平間全長5 9キロメートルとなった。国際連合教育科学文化機関の世界遺産への登録を目指し2007年6月に暫定リスト入りをした。しかし現役時代から心ないものによる落書きがレンガの橋脚に掘り込まれるいたずらが多発しており関係者は対応に苦慮している。群馬犬遺産の 薄い峠鉄道施設の構成資産となっている。ありがとうございます。